皆さんこんばんは、ヨコマーク2です。今回は僕のちょっと本当だったらこのいろいろもう飽きてきたんで、まあ狭い部屋なんですけど、ちょっとコメントいただきたいんですけど、僕の部屋結構狭いと思いますよね。全体から見るとこんな感じです。結構狭いですよね。はい、まあ物が浮いてだけなんですけど、で僕のここにある机なんですけど、一応この机ちょっと汚いんですよね。で今から片付けて、ちょっとまあここら辺トミカだらけなんで、そのトミカだらけをやめたいと思って今から整理します。とりあえずじゃあ次はもう片付けた後の動画になりますが、そちらをご覧ください。はい、それでは片付けの動画を途中までお送りしたいと思います。ちょっと倍速でいきます。じゃあ早速片付けていきたいと思います。とりあえず倍速はちょっと一時的に、予定では今ここ外しましたよね。でここちょっと綺麗に掃除して、ここにまあスタンドあらかじめ置くつもりなんですね、撮影用のここに。なんでちょっとここをスペース空けてみました。でここにあるディアブロを、まあ、こっちの机に今移動しても移動して、まああといろいろごちゃごちゃなんですけど、まあお送りできたらそこもやりたいと思います。では、まずスタート。まずスタートです。あ、そうだ、考えてよかった。とりあえず考えてよかったことが一つあったんですけど、ここにある火炎棒とかいろいろごちゃ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 してるものありますけど、こういうのは一応捨てるのはもったいないので、とりあえずここら辺、おー、汚い汚いですね、ここ。まあ、掃除します、これ。すごい汚い。下は下にディアブロは絶対入ります。いっちゃいます。で、とりあえず、ここにあるトミカの箱とかも全部もうしまいます。あ、奥にあるなんだ。ここにあるの全部しまいます。
まだ思えないからな。ゲージ取れるの基本もうみんなけど5月終わった今回ここまでにします。ちょっとすごいポルシェのフルバックカーが入ってるケースがひっくり返ってしまって割れたりしました。はい、ちょっとまあ2倍速なんですけど結構時間がかかってます。じゃあまだまあここら辺ざっと片付けてそれから紹介とかします。今回はちょっと長くなりました。こんな感じで終わりたいと思います。はい、終わります。